西良一は、日本の実業家。三菱日立製鉄機械、代表取締役社長として、シーメンスの製鉄機械事業との統合にあたり、統合後のプライメタルズテクノロジーズ日本法人、代表取締役社長を務めた。鹿児島県出身。1975年九州、大学経済学部卒業、三菱重工業入社。2000年民日立製鉄機械入社。 2008年三菱日立製鉄機械常務取締役2013年三菱日立製鉄機械取締役副社長2014年から三菱日立製鉄機械代表取締役社長を務めシーメンスの製鉄機械事業との統合にあたり統合後のプライメタルズテクノロジーズ日本法人で代表取締役社長に就任した2017年には本社を 東京都から、広島市西区の三菱重工業広島事業所内に移転。2018年にプライメタルズ、テクノロジーズジャパンフェローに退いた。三菱日立製鉄機械、社長に、西良一市日刊工業新聞2014年3月11日5時、三菱日立製鉄機械、シーメンス、製鉄機械事業を、統合日刊産業新聞2014年5月7日、 ハット AB、プライメタルズ日本法人社長に、平井悦郎して更新分2018年3月26日更新、広島製作所新事務所旨が春工三菱重工、コンプレッサ、プライメタルズテクノロジーズジャパンの本社を集約、三菱重工業2017年11月15日発行、第5900号。ありがとうございます。